これ我が家のカーテンです。あのね、窓一面森なんですよ。夜になるとこんな感じで窓一面森です。いいでしょ、これめっちゃ癒されるんですよ。部屋の中おったら、これ森レースカーテンで検索したらいっぱい出てきます。今日はまたあの電気代、もうこれシリーズ化しますね。月に1回、先月701円やったんですけど、1ヶ月、今月さらに安くなって、これ先月701円で、今月さらに安くなって531円やったんですけど、これ思ったんですけど、19から22ってことは3日ぐらい多いじゃないですか。なので3日分多い電気代で、こっちが23から22なんで、逆に3日少ないんですよ。23から20ってことは、でもたった3日でね、こんな安くならないと思うんで、もしかしたら4月のこの後半に暖房ちょっとだけ使ってた日があったんかもしれない。で、こっからここまでもまだ冷房まだそんな使ってないんで、3回ぐらいつけたんかな、もうめっちゃ暑い日に。それ以外別にずっとつけなあかんほど暑くないんで、それで安いんかな。めっちゃ安いんですけど。私の持ち物の家電では洗濯機ぐらいですかね。あの常にコンセントが刺さってる電化製品は洗濯機しかないです、この家。私のものでね、エアコン抜きとしたら。エアコンって別に季節によって使わない日もあるんでね、洗濯機は常に使うんで、常に使う家電はもう洗濯機しかないんですけど、家電なくても生きていけるわって思ったのがこの人の影響なんですけど、稲垣恵美子さん。この人家電何もなくて電気代が200円ぐらいかな。この人ほんまに電気ほとんど使ってなくて、でなんかあの311、あの原発の問題の時にもう家電を手放そうと、だ8年前ですよねあれで、家電をそこから手放したみたいで、原発の問題で、うん、さらにパワーアップしてガスまで止めてるんですけど、この人すごくないですか。この人のあの YouTube とかでも出てくるんで、稲垣恵美子で検索したらあのドキュメンタリー出てきます、この人の。最近ね教えてもらった人で東かな子さん、この人も電気代500円なんですよ。しかも家族4人いるのに。さっきの稲垣恵美子さんは一人暮らしで200円なんですけど、この人家族4人で500円、だから私も500円になったんですけど、この人の暮らしがめっちゃあの昭和な暮らし、こんなちゃぶ台で子供2人おるんかな。で見てください、このめっちゃいい感じなんですよ、この昭和なお弁当。なんか逆にこんなんがいいなって思ってきた最近は。ぬか漬けしたり、この人も洗濯板で洗濯してるんですよ。で500円、水道代は1400円。まあ水道代は生ゴミ一つも出ない、電球は3つ。なんか東かな子さんとこの稲垣恵美子さん、興味ある方は調べてみてくださいね。そんなわけで私も200円目指そうと思ったら洗濯機使うのやめないと無理なんですよね多分。あとエアコンはこれから暑くなるんで冷房をつけると思うんで、これから7月8月は多分上がると思うんですよね、これ電気代。だったらこの辺この辺まで行くと思うんですよ。なのでまあ真夏は仕方ないとして、夏が終わってからもう一回500円以下を目指そうかな。洗濯はなるべくあのお風呂でね、ちっちゃいもんはお風呂でシャワー浴びた後についでに洗うとかね、はい、そんなわけで今月の電気代でした。またこれシリーズ化して電気代1年間バーってこうやって並べます。1年間
これね1月からやから、これ12月までバーって並べますね。ここまで見てくれてありがとうございました。また撮ります。